ブエノスディアス。もうね、腰が砕けそうです。もう朝の4時から5時間ですよ。ここに来るのに。もうね、心が折れかけましたね。いや、しかしようやくもう山道、ジャングルみたいなところを入ってきて、ついに秘境にたどり着きましたね。はい。いや、これはすごい。あのクロアチアのプリトビチェ国立公園の泳げるバージョンみたいな。これはすごいね。あの2000メートルの高地から一気に下ってきたんで、あの気温の差がすごいですね。ご覧ください。なんか青みがかってますね、水が。まあ、そこら辺もプリトビチェに似てますね、青みがかってるところが。パンデミックだからあの入れないとか、ピラミッドも登れないとかあったんで、以前は。ここもね、あの遊泳禁止かなと思いきや、多分 OK ですね。問題は水温です。
ココナッツでね水分補給しましょう。まあ、大抵ねあんまり美味しくないですよね。あんま美味しかった記憶がないココナッツに。まあ、天然のねスポーツドリンクみたいなもんですから。暑いからね。後ろ後ろ。やばいです。1個前の滝からここまで1時間ガタガタ道を来ましたね。ぐねぐねと曲がりながら、もうね体がやばいですね。もうもういや久しぶりだな、この長距離移動で初めてかな、ここまで疲れ切ってしまったのは。いやちょっとね睡眠不足もあると思うんですけど、まあとにかくなかなか来ない場所ですから、チアパスの大自然を見ましょう。まあ与えられた時間が30分だけなんで、はい、短い時間でリフレッシュしたいと思います。いや、これは見事。これはすごいね。迫力が。おお。泳いでるんだ。泳いでる。え？泳ぐんだ。おお。すげえ。すごいな。ここを泳いで滝つぼ行ったらすごいな。うわあ。それなりに冷たい。お、滝の裏側に行ってみましょう。なんか一気に植物の雰囲気が変わりましたね。行ったことないですけど、屋久島とか南国の植物、スパがすごいな。
冒険色強くなりましたね。チアパスの奥地行くのはねかなりしんどいですけど、やっぱね神秘を見れますよ、神秘を。さて、今回のツアーの、まあ、ハイライト、パレンケ遺跡にやってまいりました。まあ、かなり広いみたいで、そのジャングルの中にも相当な広さであるらしいんですよね。だからあのガイドを別につけたりとか、まあそういうのであの声をかけてくる人も結構いますね。
ていかがだったでしょうか。車に乗ってる時間だけでも優に8時間は乗っていたので、しかも山道というかジャングルみたいな道をぐにゃぐにゃ行く、段差も非常に多いですし、なかなかハードでしたね。いやー、まあちょっとね、朝もめちゃくちゃ 夜明けからスタートするんで、あんま寝れなかったですしね、ちょっとかなりこたえましたね。まあ非常に盛りだくさん、こんなに盛りだくさんで550ペソまあありえないですね。まあちょっとチップを弾まないと割に合わないんじゃないのってぐらい、運転手本当8時間運転ですからね。いやー、それでこれからまた戻りますから、 4,5 時間かけて。これはね、私はパレンケでもう荷物を下ろして、私はパレンケで離脱、して一泊すると、4,5 時間の移動がないんでまだ気が楽ですけど、サンクリストバルから日帰りで来る人はもう若い人じゃないときついですね、ぶっちゃけ。なかなか答えました。いや、2つの滝とパレンケ遺跡、もうお腹いっぱいすぎです、満足です。目がいっちゃう。それではアディオス。